田中康夫のだから言わんこっちゃないボリューム317、ヤッシー駆けつけサッカー敬語ファン笑い大胆予測、鍵括弧なんとなく点首下る鍵括弧閉じ草、忖度ジャパン田島幸三 JFA 会長の松もやいかにクエスチョンと題してお届けをいたします。まあ駆けつけ敬語っていうですね、おっとり刀、どっちのおっとり刀なのかわからない、まさにですねお花畑な日本ならではのですね、国際貢献論争というのが続いておりましたけども、ヤッシーもサッカーなんか知るはずがなかろうと思われていたんでございますがですね、東京新聞のこちら特報部でイニエスタ君一人が来たからっつってそんな変わるもんじゃねえとかですね、世界標準を取り入れなければと言っていたのでバリルハビホジッチ様をですね、呼んだのにもかかわらずですね人格否定をした日本ということを書きまし、あのインタビューで喋りましたら多くの皆様がご賛同いただき、ちょっぴり調子に乗ってですね、モーニングクロスでもお話をして、一部のいつもわらわら湧いてくるような方はですね、彼らもサッカー分かってないのにいろいろお話でございましたけども、多くの皆様から文字起こしもご覧いただいてですね、賛同いただいております。あるですね、サッカーを手掛けている超大手な広告代理店のですね、関係者からも、よくぞ言ってくれたというお話が入ってまいりまして、皆様ストレスをためながらですね、なんだか誰も責任を取らない、理論もですね、論理も、ない日本のサッカーというネズミ講のようにチームの数だけ増やして上納金制度になって現場はみんな泣いていると、このあたりは、また改めてお話をしたいと思いますが、いずれにいたしましてもてかなことでヤッシーが駆けつけ敬語サッカーでございます。まあ、あの大きなネズミニアリーイコールビッグマウスと、イコール本田圭佑というですね、ツイートも香ばしく多くの皆様にリツイートいただいて、俺様本田圭佑を甘やかす無責任体質な日本サッカー協会の田島行動構造体制、ここらあるサッカーファンは今こそ放棄せよというのが先日のだから言わんこっちゃないでございました。なかなかあのツイッターは面白いのが来ておりましてですね、やはり皆さんすごいなと思うな、あのツイッター上でですね、なかなか楽しいのがいくつかございました。こちらでございますね、まさに私が言いたかったことを言ってのけたヤッシーがここまでサッカーファンに精通してるとは、サッカーに精通してるとは驚き、やつらはアマチュアなんだよなけど西野朗監督を西野朗っていうのはって、西野朗じゃないんだ、西野なんていうのこれ、ほがらかっていうの、私知らないんでございますよ、西野すぐる様違うよね、あ西野明さんって読むんだ、錦野明さんかと思ってしまいました、というようなあのいつも お越しくださってる方もあればですね、あと最近すごいやっぱり皆さんすごいなと思いましたねこれ、朗報サッカー日本代表ガーナ戦でついに俺たちのサッカーができたらしい鍵括弧手応えをつかんでいる鍵括弧花高すごいポジティブな部分もたくさん見えました、悪い感覚はあまりないです、ご愛顧ありがとうございました、日本代表先生の次回作にご期待くださいって、これもすごいですね、サッカー日本代表に感動した、スポンサーを裏切らない義理堅さに感動した、試合に出てなくても怪我人でも見捨てない誠実さに感動した、自分たちのサッカーができれば勝利も二の次にできる意志の強さに感動した、負けて次がなくても収穫は忘れない農民ぶりに感動した、ありがとう忖度ジャパンとかですね、まあサッカー日本代表に関するメディアの扱い、まるで強国みたいに錯覚させられる持ち上げ方だが本当に掛け値なしに弱いんだなとこの前のガーナ戦で実感したって、あまりサッカーご存じないような方もいらっしゃいましたけども、今大会でサッカー日本代表に選ばれることは世界レベルのサッカーが理解できない選手というレッテルを貼られることに等しいような気がする、言い過ぎかなと、いえいえ言い過ぎではなかろうかと思います。なんかキリンビールのコマーシャルってのは私は昔ですね、細野晴臣さんと、春風亭小朝さん、小朝さん今違う名前のでしたっけ、小朝さんと3人であのですねキリンのビアダルの CM にヤッシーは1982年
年か3年でございますね。あのいろんな賞を取ったんで、 TYO というまあところが取ったんでございますけどもね、キリンのビアダルってやつでございまして、キリンのビアダルであの3人とも、源氏物語の世界になって、ヤッシーは光源氏の格好をしていてですね、いくつかのメディアにですね、ほとんどなんだ沢田研二さんと一緒って、ジュリーみたいって、当時のジュリーかっこよかったですからね、持って名すべしと書かれたことがありますけども、たまに YouTube でまだ出たりしてますかですね。なのでございますが、まあそのキリンがね、なんかもうキリンの社長がほとんど氷結ストロングのような具合に雨の中でなっていたと言われてますけど、キリンも大人げないなと思ったら、皆さんご存知でございますか、キリンラーメンっていうのが愛知県の三河のソウルフードで、キリンラーメンっていうのを作ってる会社、ここに対してですね、キリンビールがイチャモンをつけたと。キリンビキリンラーメン、ラーメンなんか作ってないのに、じゃあでもここはその穀物類じゃない、炭水化物だか穀物を扱うってのも書いてあるからダメだって言ってきたんだそうでございまして、50年間地元で愛されてきたキリンラーメンですが、大人の事情でシリーズ一式の名称を変更します、そこで皆様より新たな商品名を大募集っていう広告があって、可愛らしいキリンちゃんが、じゃあ動物園でキリンの格好のぬいぐるみ売ってちゃいけないんですかね。そもそもじゃあ札幌一番に対して札幌ビールが文句言ったことがあるかっていうことでございますよね。本当にこういうですね、弱気をくじき強くにふんぞり返るという三菱系の企業というのは、まああの三井不動産も本当困ったところでございまして、大体住友不動産も天皇がおりましたし、三菱地所も天皇がおりましたけど、今や三井不動産が天皇がいて、何しろだって六本木のミッドタウン東京のカードが、あの日比谷のミッドタウン日比谷だかミッドタウンなんとかってところでは使えないっていう、駐車場の割引もできないって、何のために同じ名前を三井不動産がつけてんだと。そして横浜のですね、ヤシも昔書きましたし、実は日経新聞の編集員が最もこのマンションの傾きの具合を知らぬ存ぜずしている三井不動産の岩佐体制ってのはけしからんということを言ったんですけど、そうしたら三井不動産のですね、そうだそう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 、あの佐川さんの前の、迫田さんでしたっけ、あの方が今三井不動産の役員でございますからね、そのことを番組で言ったらですね、企業の名前を出すなって三井不動産の女の社員から怒りのメールが来まして、本当にネトウヨのような人たちが三井不動産もいるようになったかって、東急不動産はぜひそうならないでいただきたいと思うんですけど、話を戻しますと、キリンラーメンっていうもの本当に可愛らしい、なんかベビースターみたいな袋なんですよ。これを潰すというキリンビールというのは、そら氷結ストロングの顔に社長がなるのも当然だぜと、大昔 CM に出てお金を頂戴をいたしましたヤッシーは思うところなんでございます。まあ、先ほどのツイートもう本当に皆様やっぱ鋭いなと思います。でですね、実はちょっと新しいあの老眼鏡を買いまして、新幹線の中に置き忘れたら JR 東海は号車番号と座席まで言ったんですけど、そんなものは起こってなかったという、あの大変香ばしいご反応をいただいたんで、やっぱり原発慢性とかですね、中央リニア新幹線慢性とか月刊花だとか月刊ウィルをですね送ってきてくれるからなんて、表4に全日空が広告載っけてるなんて、本当にネトウヨというか極右雑誌にこう載せてる全日空もすごいねって言ったら、またお怒りをいただきましたけども、何の話をしていましたっけ。そう、このちょっと老眼鏡でございます。なかなかいいお値段でございましたけども、で、あのこれがですね、なかなか面白い、あのハリル・ホジッチの遺産っていう短期集中連載をですね、フットボールリスターというネットメディアが書いておりまして、これがなかなかすごいんですね。長塚康幸さんという方が、まずあのバハよ元気か息をしてるか、これはあのバヒド・ハリル・ホジッチは旧ユーゴスラビアではバハというニックネームで知られていて、でこれがボスニア・ヘルツェゴビナの、あの国民的な歌手だった
ディノン・メルリンがですね1993年に歌った歌という中にですね、バハよ元気か息をしてるかっていう部分があるというのをこの長塚さんはそこから始めてんですけども、確かにハリルさんというのは私も存じ上げている大きな声では言えないあの JFA 内部の方から聞くと確かにわがままではいらっしゃったと思います。でもこれは作家だってわがままいるし、映画監督なんかもっとそういうもんでございますよね。でも良い作品を作るかということでございます。で、まあ、彼はあの日本記者クラブで会見をして、そして1円の入札じゃなくて1円訴訟という大変にあのウィットの効いたものをなさったんですけども、フランスの国籍も持っていらっしゃいますけれども、まあ、彼はあのボスニアの最高勲章の欧州運動勲章というのをもらったんだそうでございます。で、まあ、彼はですねずっと言ってんです、その彼はあのコートジボワール、日本は今まで象牙海岸というふうに、つい先日まで外務省は象牙海岸と漢字で書いてたんでございますけどもね、別に確かにコートジボワールっていうのは象牙海岸ってことですからね、コートダジュールっていうのがあるようで、なんで象牙海岸って書かないでカタカナにすればそれで免責されるっていうこの発想がですね、キリンラーメンいじめと同じような強者の論理かなっていう気がしますけども、で、まあ、彼はあの結局その時も選挙にその時の大統領が勝つために解任されちゃう、まあ、そういう意味で言うと素晴らしい監督でありながらですね、そのなかなか悲運な方であろうというふうには思います。もともとムスリムな方ですから、セルビア人の、監督にですね若かりし頃も1982年の時にスペインのダブル杯でですね非常に冷遇されちゃったと。で、君の名前があまりに長い字なんで電光板に入らないと思ったからって、後でその監督が彼の素晴らしさに気がついて謝りに来たけれども、決してそれは許すことがなかったみたいな、まあ、スポーツは必ず政治とリンクをしているわけでございまして、だからイビチ・オシム氏が言っているようにですね、監督はもちろん自分のチームですから、自分のチームがよく動けるようなメンバーを選ぶ必要があると。しかし今回は、まあ引退を表明したような示談士であるようなですね、こういう示談だ踏んでしまうような人というのはその国においてはその人を入れないなどということはありえないと。まあでもそうやって考えば私はもう脅威のですね年齢を超えながら三浦カズさんというものは別に今入れたっていいんじゃないのかと。まあでも今の日本のですね本当にお子ちゃまのファンの方々はですね、俺がビッグっていうのは、矢沢さんが俺は俺って言ったって、だって矢沢さんは原発に関してもインタビューでですね、そんなお前トイレの排水口も処理場もねえようなもののトイレはマンションの中に作っていいのかって原発に関して言ったくらいでございますから、矢沢永吉さんがビッグだとは思いますけども、本田様は先日もお話をしたようにいつまでも日大の問題なんかやってる必要ねえよってなーなーという極めて日本的、まあ、その意味で言うと日本らしさなのかもしれませんけれども、まあハリル氏で話を戻すとですね、あのエビチョーシム氏はですね、だからそれは政治家が口を聞くっていう忖度ではなくてもですね、やっぱりファンとかがどういう人を出してほしいかってのあるから、それは一応花は入れるものだと。でも今回は皆様が岡崎様、香川様、あるいはまあ長谷部様はどうか分かりませんけど、本田様というのも花にもならなかったと。なんかもう賞味期限や消費期限切れたものをですね、もしかしたらですね町のレレレのおじさんも賞味期限切れたものを食べにも来ないのに、それをつい先日まで皆さん期待されていたというですね、ヤッシーがサッカーをにわか駆けつけ敬語ファンとしてモーニングクロスでお話しした時にですね、お前は何を言ってると、ホンダをけなすのかとおっしゃったような方々、今今日どのように生きてらっしゃるかと。まさにその意味で言うと、永田町で起きてることと日大で起きてることとですね JFA の中で起きてることってのは全部一緒だ。まさに的確な認識、迅速な決断と行動、明確な責任を取れないような村社会の方がですね、さも私が人事権があるなどと言ってお話になってたんで、まあこれツイッターでですね、なんとなくクリスタルっていう言葉にかけてですね、田中康夫なんとなく天クリスタル、田島幸三なんとなく天首したる、首にしたるって彼は書いたんですけど、まあ首にしたるでーっていう感じだと思うんですけど、なんとなく点首したるという、なかなか本当にツイッター文化というのは本当にね、というようなですね
ヘイトスピーチをそのまま放置しているという、選挙においてもですね、自分が気に入らない候補者のところのサイトが見えなくさせてしまうというようなことを平然と行ってらっしゃるですね、元リクルート出身、自分がちっちゃい頃にタイかなんかに暮らしたんで、ヘイトなんて社会の潤滑油だとおっしゃっているような、素敵なラブリーなツイッタージャパンの、社長にはそろそろまたもう一回波状攻撃をかけないといけないじゃないかと思っております。で、この長塚さんの文章もとても良かったんですけど、もう一つですね、長塚さんと並んでこのまだお若いんですよね、結城浩平さんという方、これはすごいと思いました。何がすごいかというと、もうヤッシーさすがに駆けつけ警護なんで、ちょっといくつか引用させていただきますけれども、日本代表に大体個々の戦術的な引き出しがあるのかと彼が言ってるわけです。サッカー上のリズムって、まあネット上でしょうもない人いっぱいいますし、日刊スポーツに本当に忖度ジャパンのような記者が未だにお書きというのは、ちょっと日刊スポーツ考えられた方がなんかよろしいんじゃないか、正解地獄耳を書いてるような方は少しおっしゃった方がいいんじゃないかなという気がいたしますけれどもね、でもこのハビエル・アギーレ氏の後を急遽継いだという中で、彼自身も準備不足だったところがあるかもしれないというんですけど、でもどんどん行ったと。で、彼に関して試合がダメだったと言われたけれども、彼違うじゃないかと、オーストラリア戦の時にあれだけうまくやったと。なんでうまくやったかっていうと、まさに相手を引き出すということをしたんだと。で、守備形態や守備戦術というものをまさに巧みに変えていくと。そして相手がこうかと思った時に全く違うことをやってって、90分の中でですね、どんでん返しをたくさん作っていくと。それは90分という全体の試合を見た時に初めてハリル・ホジッチという人のですね、卓越なものがあると。攻撃を相手にこう誘発をさせて、でも守備戦術を取っていくということを書いてるんですね。なるほどと思いました。で、そういう意味で、でもこれは毎回このパターンを見せてたら、日本のチームが、まあ本田様のように本当に IQ が優れた方、皮肉ですよ、ならばともかく一回覚えちゃうとお猿さんと同じようにあうあうあうっていつも同じことやっちゃうから、これ90分バレバレになっちゃうと。だからこそ、そのワールドカップのような試合のところで見せんであって、親善試合でそんなものをバヒド・ハリル・ホジッチが全部出していくわけがないと。だけどその親善試合の出来が悪かったと言ってお怒りになってしまうような、素敵な香ばしい田島幸三様という奥様は東京女子大をお出になられて、まあサッカーとかその辺のなんかスポーツドクターというなんか家内製手工業なことをなさっていらっしゃる方だそうでございますけれども、別名でやってると。ネトウヨ系のファンの方は夫婦別姓で仕事をしている日田さん、一方は日田さん、一方は田島さん、これで日本の侍ジャパンと言えるのかと。侍ジャパンの女は同じ同性を3歩下がって言えと、しかも有給だろうよというところはですね、まあ有給になっちゃったのは川内三郎さんからでございまして、前から申し上げたようにヤッシーがバブル期にお家を買ったのはですね、野津さんという東京大学の医学部の教授でいらっしゃって、この方がサッカーをやってて、当時ドイツから、いろんに留学をさせたり、ドイツやオランダからですね、コーチを呼んだと。日本のサッカーの近代化とかいうというかですね、まあワールドワイド化をしていこうと思ったのはこの野津さん。その頃は全部無給ですね、岡野さんの頃だって無給ですよ。いや、無給がいいというわけではございません。でもある意味ではですね、フットボール以上に、クリケット以上に紳士のスポーツだというふうに思ってるのならば、その自分たちが育ててくれたサッカーを私たちは手弁当で育てようっていうのが今までの日本だったんですね。それがだん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 、川淵さんからお給料ちょうだいって話になってきて、でしかもですね、非常にコンプレックスがある方がどんどん上に立っていくと言ってしまうというのは、どっかの長く続いているような放送局のですね、凋落と似てるんじゃないかなという気がいたします。ですから、そのコツコツとチームを作り、親善試合の延長線上にダブルハイを置くなどというのは日本だけの発想なんだということをこのおっしゃってんでございます、結城さんが。
ゆきこへいさんが。でとにかく耳障りのいいキャッチフレーズが日本らしいサッカー。先日もフリップをお見せいたしましたけど、西野なんだっけ、すむ西野誉さんじゃなくて、すむるさんじゃなくて、あ、西野明さん。読めないんだよなこのローっていう字が。振り仮名つけてくださいよね明さん。でだからそういう意味で言ったら、日本人の特性を引き出すサッカーというんだったら、そんな抽象的なことだったらもっと具体的に言えと。よくヤッシーが言ってんのも、理念的な話をすると理念的なことうるせえ、もっとはっきり言えって言うけど、日本のサッカーが JFA が最も理念にもならないようなことを言っていて、はっきりとマニュアルにすらならないようなことを言ってんのに皆さん喜んでたんですよ今まで。で最後にですね、だからまさにコミュニケーション不足、つまり人格否定と。でもサッカー通りの本郷にあるサッカー通りの JFA ハウスの中にハリルさんのお部屋があって、そのそばには田島さんのお部屋だの西野さんのお部屋だのうんだらかんだらみんなあったわけでしょ。自分と争った、もうお名前は言いませんけれども、2階級降格のあと外に追い出しちまった会長選を争った人が選んできたハリルだから嫌だと。その人が選んできたっていいじゃないですか。そんなこと言ったらヤッシーなんか知事の時に前の人が重用していた人の中だって、ヤッシーにごまするんじゃなくて意識を変えた人は重用したわけですし、意識枯れないないない人はもう一回チャンスを与えるために小さな村に出したりもして下方運動をして、でもそこで意識が変わればもう一回使ったわけでございますからね。まあこのやっぱりなかなかサッカーは他の政治評論とかと違ってですね、フットボールスターというここコミュニケーション不足なんていうのは、これ外部の人がどこがあって見えないブラックボックスだって彼が言ったんです。でそれで解任が戦術的な理由であったら、技術委員会の役割をどこで果たしてたんだってなことを言ってるわけでございます。こんなことでは日本はまだ同じ過ちをしていくというふうに言っております。いずれにいたしましてもですね、なんとなく首したるっていう、この田島幸三様ってのはもう本当に忖度ジャパンとして首を笑って待ってんのか。それにしても未だにテレビはですね、素晴らしい素晴らしいっていうのは、本当にイニエスタさんは素晴らしいかもしれませんけど、イニエスタさん一人来たからって、じゃあイニエスタさんのお給料まあ5分の1くらいかもしれないけど、神戸でもらってる人は足怪我したままどうなっちゃってるんですかということなわけでございますからね。その意味で言うと、先ほどどなたかが言ったように、怪我をしててもダブルハイに選んでくれる、活躍しなくてもビッグマウスならば出してくれると。本当に日本ってのは温かい。でもこれは日本のこの温かさってのは誰を向いているんだってことでございまして、結果が全てであるにもかかわらず結果を出せてない。さすがにヤッシーがずっと駆けつけにわかサッカーファン敬語としてですね申し上げてきたことを少しはご納得いただけるのではないかと思います。自分たちのサッカーができれば勝利も二の次にできる意志の強さに感動したジューザさんという方が言ってて、負けて次がなくても収穫は忘れないのウィンブリ。本当にですね、 NHK のなんか番組で俺が天皇であるかのごとく語った H さんという方は、いずれにしても年齢は4つ取れば無理なんですよね。ゴルフの場合には60歳でも立派な方も、いますけれども、それだけサッカーっていうのは大変なものである。だからすごいわけでございまして、なのにそのすごいものをですね AKB を見るのと同じような具合というのは違うんじゃなかろうかと。最近是枝裕和さんがパルムドームルを取ったと。でこれは韮山節子を取ったりした時は日本中大騒ぎだったんですね。あるいは国民栄誉賞に今度スケートの方、それは立派な方だろうとは思います。さすがにネトウヨ雑誌に広告出すような全日空が全面支援しておりますので。でもこの彼に関して全く日本の政府というものは発言をしないわけですね。パルムドール賞を取ったということは、まあカンヌがなんぼのものだという人もいるかもしれませんけれども、もう私の知り合いの大の字を大谷さんなんか見にまで行っちゃったわけですね。でこれが全く何も言わないって何かあったら、まさにこれこそ忖度でして、自分たちに都合の悪い人で、これをフランスのルモンドというのは皆さんご存知のように、ウゴ・チャベスというベネズエラの人の可能性というのも書いていたような、まあ少しリベラルというか左翼的な毎日新聞朝日新聞のようなもんでございます。でもフランスにはですね ルフィガロという新聞がある。まあこれは読売どころかなんだろうな、本当ワシントン・ポストのようなもんですね。
ルモンドがニューヨークタイムズだとしたらワシントンポストのようなもんで、このルモンドがのルモンドの雑誌がありましてですね、日本特集を組むときにヤッシーがその関東を書いてギーソルマンという人と一緒に担当したんでございますけども、この新聞が日本では全然この是枝のことを報じていないと、テレビもやら、あ、まあ、ちょっとはテレビやりましたけど中身は言わないと、彼の発言を言わないっていうのを書いてました。でこれを知った時に思いましたのはですね、皆さん1964年の東京オリンピック、このとこ映画を撮ったのは誰ですか？市川崑さんですよ。そして開会式の音楽を担当したのは段育間さんと前住敏郎さんですよ。やっぱりその時の一番油が乗ってる人ですよ。今度日本誰がやるんですか？本来やるべきだったら、だって平昌オリンピック確かにあの K-POP のような少年たちがたくさん出てきたかもしれない、でも日本の人も知らない、世界の人も知らないわけですよ。日本でオリンピックを、まあオリンピックを賛成してるかどうか別ですけれども、担当するんだったらそれは坂本龍一しかないんじゃないんですか？あるいは映画を撮らせるんだったら是枝裕和しかないんじゃないんですか？なのに私と同じ松本の別の高校出身のですね、大伊豆三丁目の夕日を撮った山崎なんとかさんという方がそのなんか映画を撮るだろうとことをおっしゃっている、あるいはまあ2代目でいらっしゃるですね蜷川美香様みたいなのが院に入ってる、あるいはですね本当にね東洋のですねクイーンであるですねあのなんとかリンゴ様という方だったり、あるいはもうほとんどですねもうタイのパッポン通りなのかここはというようなグループの皆様がバカ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 女の子が出てくるみたいなのを仕切ってらっしゃる方々がやると、ほとんど今やですねミートゥー運動どころかいろんな問題がアメリカでも起きてきてる時に、日本のオリンピックの開会式閉会式はこのままでいくとですね、もうとてつもなくですね世界中から今回もう日産スタジアムでブーイングが出たのとは違う、もうほとんど氷結ストロングどころかですねもう北極か南極かみたいな内容になってってしまうと、まさにそのあたりを使った上でですね、あのまあまあだいぶお年ごとりになりましたけども、まあ同じ私は県民栄誉賞を差し上げましたけども草間彌生さんであったりですね、あるいはルイ・ヴィトンとかの作品をたくさん、まあ、昔私が彼がもう本当にあの埼玉でですね女の子とか男の子とまあ雑魚寝のようなほとんどサティアンのような状態の中で作品を大変に作っていた、わあ名前が出てこないぞヤッシーどうした、彼でございますよ。森村さんじゃなくてですね、森村さん あのフェイクもなかなか最近面白いけど、村上隆さんとかそのあたりを使ってこそ初めてですねワールドワイドな日本基準というものになってくる、なのにですねほとんどですね是枝氏も使えない、坂本氏も使えない、村上も使えないという形の中で一体どうなってしまうのか、まさにその意味で言うと今回の、田島様がですね胸を張って発表された、そして発表の前にサスポーツなのに言い訳が長すぎるぞ3人も出てきてっていうことでございまして、何引っ張ってるんだっていうことでございまして、この辺りはほとんどなんか今のですね日大問題と同じで日本のこの非常に衰えてきてしまったものの合わせ鏡なんじゃないのかなと、まあ、あの期待ができるのは先ほど読ませていただいたような素晴らしい春英の若手の書き手がですね非常にロジカルにでも愛情を持っているというあたりが唯一の救いかなというふうに思っております。本当にありがとう忖度ジャパンと書いてる方がいますけども、ぜひ忖度ジャパン悔しかったら3連敗と言われているオッズをですね 0.01% くらいでも上げてみたら、出生率も 0.01% 下がってしまった 1.43 になった日本に多少の夢は訪れるのかなということで、本日は30分大延長でお届けオーバーいたしました。明日はでございますですね、動いている朝鮮半島問題というものをお伝えをいたします。月曜日のモーニングクロスではですね、さらに朝鮮半島問題に関しての大胆やし予測というものを米朝会談前にお届けをする予定でございます。6月4日のモーニングクロス、こちらもどうぞお楽しみに。文字起こしもどうぞ。